森林での修行中、熊に食べ物を与える聖セラフィムサロフのセラフィムは、聖教会の聖人。1903年に、ロシア聖教会によって劣勢された。聖教において、著名な長老の一人、サロフの、かつモの聖セラフィムとも、クリスチャンの信仰生活の目的を尋ねる元フィロフに、対して、信仰生活の本当の目的は、 精神の獲得にありますと答えた言葉が特に知られている。サローフのセラフィムは辞書を残しておらず、わずかに、元フィロフとの対話集が死後出版されたのみである。セラフィムは、著作や論考によってではなく、そのイントン修道及び、霊体の癒しの奇跡によって、生前から広く知られていた。巡礼者が耐えることなく、訪れ、それら巡礼者たちに対してセラフィムは、 非常に親切に接していた。またセラフィムは来訪者に対して時期にかかわらずハリストス復活と声をかけていた。この挨拶は復活大祭の後の復活祭期に行われるものであるがセラフィムは復活の喜ばしい福音を来訪者といつでも共有しようとして復活祭期に限定せずにこの挨拶を用いていた。森に深く分け入って 一人で修行していた姿は、14世紀15世紀に、ロシア正教会で盛んになった、荒野修道院運動に通じると評される。エジプトのマリアに見られるように砂漠に出て行き修行する、ことは、東方教会、正教会に広く見られる伝統であったが、ロシアの修道士、修道女たちは陶器に極寒となる広大な森林を、砂漠に見立てて修行の地としていた。 18世紀半ばにこうした荒野修道の復興が起きており、セラフィムもその担い手の一人であった。セラフィムはまた更新の指導にも当たった。ジベエボ女子修道院は彼に指導され発展した。サロフの聖セラフィムは、元フィロフとの対話の中で、信仰生活の目的を尋ねる元フィロフに対し、信仰生活の目的は、精神の獲得にありますと答え、時。 徹夜の祈り、祈祷、施し、ハリストスの名によるあらゆる善行は精神を獲得するための手段でしかありませんと述べ、精神の獲得はどのようにすれば達成されるのかについても聖伝に基づいて教えている。なおこの際、自らが商人の家の羊であることを反映し、たとえに貿易、商売の話も用いられている。対話には様々なテーマが盛り込まれているが、 一つの主要なテーマは聖神である。記憶日は日本などで使用されるグレゴリオ歴に換算すれば1月15日。記憶日は成人が永明した日に設定されるのが一般的であるが、サローフの聖セラフィムが永明した日は1月2日である。これはユリウス歴の日付である。当時のユリウス歴とグレゴリオ歴には12日のズレが存在したが、 2008年現在は13日に、ズレが拡大しているため、営民した日は、グレゴリオレ換算で1月14日、記憶日は、グレゴリオレ換算で1月15日ということになる。なお、修正ユリウス歴史用協会では、記憶日は1月2日となる。日本ハリストス聖教会では、いくつかの教会で1月15日に、聖セラフィム祭が行われている。 カトリックの聖パウロ修道会主催である池田敏夫による聖人伝、教会の聖人たちでは1月9日の欄にロシアの聖セ,セラフィムが掲載されている。同書の改訂増補版、上巻では1月9日の欄に聖セ,セラフィム修道院長が掲載されている。同書の全面改訂版、下刊では7月19日に掲載されている。参照 引用元、大時の意味カリストスウェア主教著、ダビド・水口グ美王ー人父翻訳参照。引用元、イラリオン・アルフェーフ著、ニコライ・高松・コウイチ役、信仰の機密132ページ、東京復活大聖堂協会2004年。ありがとうございます。